皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、3月の22日になりまして、やはりですね、予想通り日経平均、今日急落しまして、600円相当下がってるんですよ。で、他のマーケットもですね、全体的に下がっていたんですけど、ただし、アメリカの10年債利回りが、今ですね、1.7% 切ってきていますから、またですね、状況の分析と解説、現状のアップデートをしていきたいと思うんですよ。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP を獲得しています。で、このチャンネルは去年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、各国市場の動向、個別銘柄の分析、そういった情報を皆さんとシェアしていきたいと思っていますので、まだ僕のチャンネル登録されてない方がいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、メンバーシップの方でテクニカル分析の勉強会ですね、それもしていますので、今以上にテクニカル分析の知識、実力をつけたいっていう方がいたら、ぜひともですね、ご参加ください。じゃあまず最初にですね、日経平均、ここから見ていこうと思うんですけど、現状ですね、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを形成。で、パラボリックに関しては、日足の下の方に点灯しているから、ここに関しては上昇トレンドをまだ継続してるんですけど、ただし現状の日足の位置っていうのは、ボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインを下回っていて、今までの日足の下への抵抗ラインですね、この黄色のラインが、サポートラインとして今意識されてるんですよ。なので明日以降ですね、このラインを下回ってくると、一目の上下のラインですね、この緑のラインをもしかしたら割るような動きしてくる可能性が今のところ考えられるので、そこはですね、注意しなければいけない。さらにですね、このチャートのパターンを見てもらうと、現状ですね、ダブルトップのネックラインを試しに行ってるんですよ。要はですね、ここで一旦上がって下がって上がって今下がってると思うんですけど、ネックラインっていうのがこの時の安値水準なんですよ。なのでここのラインを下回ってくると、売り圧力、さらにですね、加速してくる可能性が考えられるので、現状ですね、日経平均に関しては、非常にですね、シビアな状況になってるんじゃないかなというふうには思うんですよ。さらに注目してもらいたいのが、下の RSI ですね。今ですね、下での抵抗ラインが意識されてるんですけど、ここのラインで下げ止まるかどうかっていうところも非常に重要になりますから、ここの水準も動向を見ておいてほしいんですよ。じゃあ今回ですね、日経平均の上下に最も寄与した銘柄、それがですね、どこだったのかっていうところを今から確認していくんですけど、これを見てもらうと上昇寄与度1位が富士フィルム。ここでですね、日経平均をだいたい5円相当押し上げている。その下に三菱商事、オリンパス、伊藤忠、武田薬品という形で続きまして、じゃあ逆に下落寄与度上位銘柄、これがどこだったのかっていうと、下落寄与度1位がまたファーストリテイリング。ここでですね、日経平均を149円相当押し下げてしまっている。その下にダイキン工業、ファラック、東京エレク、ソフトバンクグループっていう形で続くんですけど、これを見てもらったらわかる通り、今回ですね、下落を牽引した銘柄っていうのは、ネガサ株、しかも成長株になるんですよ。特に日経平均の寄与度が大きい銘柄ですね。ファーストリテイリング。ここに関しては、やはり日経平均、日銀が日経平均型の ETF を買わないっていうふうに発表した関係で、今回もですね、4.5% 下がっていますから、ここはですね、ちょっとまだ気がかりな動きをしてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、他のですね、ハイテク関連の株も今回はですね、全般的に下落してしまっているような形になるんですけど、じゃあ現状の主力銘柄のチャートのパターンですね、それがどういった形状をとっているのかっていうのをここからですね、細かく分析していこうと思うんですけど、まず見てほしいのが銘柄コード9983のファーストリテイリングですね。ここに関しては下のマックD、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを鋭角に組んでるし、パラボリックに関しても日足の上の方に点灯していますから、ここに関しても下落トレンド形成。で、現状の日足の位置は、一目均衡表の下限のライン、この赤のラインを終わり値目安で明確に下回ってしまっている。なので、ここに関しては、まだですね、上がってくるようなチャートパターンですね。それを形成してないんですよ。なので、もしかしたら下落方向にバンドを置くっていう形で、弱いトレンドをですね、作ってくる可能性も一応考えられはしますから、ここはですね、明日以降の動き、まだですね、注目してもらってた方が、まあ注意しててもらった方がいいと思うんですよ。じゃあ次にですね、銘柄コード9984のソフトバンクグループ。ここに関しては下のマックD、デッドクロスを形成して下落トレンドを鋭角に組んでいる。で、パラボリックに関しても今日ですね、1% 相当下がった関係で、日足の上の方に点灯して下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドのマイナス2シグマ。下の青のラインのところでなんとか下げ止まってるんですけど、ただし現状ですね、ソフトバンクグループのバンド幅っていうのはかなり狭いんですよ。なので、明日以降ですね、もしバンドを置くっていうチャートパターンを形成してくると、一目均衡表の上下のラインですね、この緑のラインが目先ですね、意識されてくると思うので、そこに達した段階でどういった値動きをしてくるかっていうところに関しては、ちょっとですね、注目してもらった方がいいと思うんですよ。とりあえずソフトバンクグループに関しても、まだですね、下げ止まった兆候、チャートパターンが形成されてはいないので、じゃあ次にですね、銘柄コード8035の東京エレクトロン。
ここはですね、現状下の MACD に関してはデッドクロス、下落トレンドをまだ形成しているし、パラボリックに関しては日足の下の方に点灯しているから、ここに関しては上昇トレンド形成。で、現状の日足の位置が一目均衡表の上下のラインですね。この緑のラインを今試しに来ているので、ここを割り込んでくると東京エレクトロンに関してもちょっとですね、まずいチャートパターンを組んでくる可能性が考えられますから、これに関してもまだですね、どっちに動くかっていうところは定まっていない。さらに見てほしいのが銘柄コード6954のファラックですね。ここに関しては下のMACDデッドクロス形成間近になってるし、パラボリックに関してはすでに下落トレンドを今日形成している。で、現状の日足の位置はさっきのファーストリテイリング同様に一目均衡表の影のラインですね。この赤のラインをすでに下回っていて、ボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインも下回ってるんですよ。なのでここに関してもこの下へのサポートラインにタッチした段階でどういった値動きをしてくるかっていうところ、そこはですね注意深く見ておく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。じゃあ次にですね、見ていくのがトピックス。ここの動向になるんですけど、現状ですね、下の MACD に関しては青のラインが若干フラットになっている。で、パラボリックに関してはまだ日足の下の方に点灯しているから上昇トレンドを形成しているし、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの上の青のラインですね、プラス2シグマのラインのところで日柄調整が3日間ほど入っているんですよ。で、トピックスに関しては若干ですね、バンドオークらしいものをここもと形成してたので、もしかしたらですね、日柄調整が入ることで目先ボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインのところまでもしかしたら目先下がってくる可能性もこのチャートを見る限りでは十分考えられますから、そこはですねしっかりと押さえておかなければいけない。ただし今日ですね、日経平均 2% 以上下がってたのに、トピックスに関しては 1% しか下がってないんですよ。なので日銀がトピックス型の ETF ですね、それだけを購入するっていう風な発言をした関係で、こういった強い値動きを今トピックスはしていますから、ここに関してはまだですね、上がってくる可能性も十分考えられはするんですよ。で、もし上がってくるとすると、日足の割の抵抗ラインですね。この黄色のラインが割の抵抗ラインとして意識されるので、そこにタッチするかどうかっていうところもちょっとですね、注目なのかなというふうに思うんですよね。で、現状の NT 倍率ですね、日経平均割ることのトピックス、それで表されるチャートを見て、日経平均とトピックス、今どっちが有利なのかっていう状況、それをですね、確認していくんですけど、現状ですね、下の MACD に関してはデッドクロス、下落トレンドを形成してるし、パラボリックに関しても下落トレンドを形成。で、現状の日足の位置は、一目均衡表の影のライン、この赤のラインを下回っていて、若干ですね、バンドウォークを形成してるんですよ。で、現状の日足の位置っていうのが、ここでつけた安値ですね。そのサポートラインを目先ですね、ターゲットとして下がってきてるんですけど、現状ですね、このチャートを見てみると、日経平均よりもトピックスより、まあ、そういった風にマーケットが動いてるっていうのがわかると思うんですよ。このチャートは上昇すると日経平均より、逆に下落するとトピックスより、まあ、そういった風に判断できるチャートになるので、なのでもしですね、この下へのサポートラインを下回ってくるってなってくると、さらにですね、日経平均からトピックスへの資金の流れ、それがですね、加速してくる可能性が考えられはするので、なのでこの下のサポートラインを下回るかどうかっていうところも皆さんですね、注目して見ておいてほしいんですよ。じゃあ次にですね、マザーズ、ここはどうなのかっていうと、現状ですね、下のMACDに関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを形成している。で、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成しているんですけど、ただ現状の日足の位置は一目均衡表の影のライン、この赤のラインがサポートラインとして機能してるんですよね。なので、ここのサポートラインを下回ってくると、マザーズの売り圧力が目先ですね、加速してくる可能性が考えられはするので、明日ですね、このサポートラインを維持して反転上昇してくるかっていうところが最大のポイントになると思うんですよ。さらにですね、我の抵抗ラインとして意識されるのが、もちろん一目均衡表の上下のライン、この緑のラインなんですけど、さらにこの黄色のラインですね、この時につけた高値水準、ここのラインが目先意識されてますから、ここのラインを同時にですね、抜けてくると、マザーズに関しては上昇圧力、それがですね、おそらく強まってくると思うんですよ。なので、ここのラインを抜けてくるかどうかっていうところも意識して見ておいてほしいんですけど、じゃあマザーズへの資金の流れ、それがですね、どういった形で形成されているのかっていうところを今から見ていくんですけど、まず見てほしいのが NM 倍率。これがですね、日経平均割ることのマザーズ、それで表されるチャートになるんで、上昇すると日経平均より、逆に下落するとマザーズより、そういった風に判断できるチャートになるんですよ。で、現状ですね、このチャートは下の MACD はデッドクロス、下落トレンド形成、パラボリックに関しても下落トレンドを形成しているし、現状の日足の位置はこの時の高値水準ですね。この黄色のラインが下でのサポートラインとして意識されてるんですよ。なのでこのラインを下回ってくると、さらにですね、日経平均よりもマザーズ有利にマーケットが動いてくる可能性が考えられるので、そうなってくるとマザーズの底力っていうのが試されてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
で、さらに見てほしいのが TM 倍率。これがですね、トピックス割ることのマザーズ、それで表されるチャートになるんで、上昇するとトピックス有利、逆に下落するとマザーズ有利、そういった風に判断できるチャートなんですよ。で、これはですね、下の MACD は若干デッドクロス、下落トレンドを形成、パラボリックに関しても下落トレンドを形成している。ただし、現状の日足の位置は、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインが相当意識されている試合なんですよね。なので、ここから反転上昇してくると、マザーズよりもトピックス有利にマーケットが動いてくる可能性が高いので、この赤のラインを今後ですね、上回るか、下回るかっていうところ、そこはですね、今週ポイントなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、マザーズがですね、今後上がってくるかどうか、まあ、それを判断する上で重要な指標、それがですね、さっきも言ったアメリカの10年債利回りですね、これが今後下がってくるかどうかっていうところも最大のポイントになるんですけど、現状ですね、このチャートを見てみると、下の MACD に関してはデッドクロス、下落トレンド形成間近。で、パラボリックに関してはまだ日足の下の方に点灯してるんで、ここに関しては上昇トレンド形成。で、以前から皆さんにお伝えしている通り、この米国債利回りに関しては、ダイアゴナルトライアングルですね、上向き方向の三角持ち合い、それをですね、形成していて、スローバーですね、それが確認されてたんですけど、そこからですね、一旦下がってきているような形で 1.7% を今明確に下回っている。なので米国債利回りがさらにですね、低下してくると、成長株であったりハイテク株の上昇圧力、それがですね、強まってくる可能性が考えられるんで、この下での抵抗ラインですね、この黄色のラインを下回ってくるかどうかっていうところ、そこをですね、今晩であったり、まあ、今週ですね、注目して見てもらった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。さらにポイントなのが、昨年の1月につけた高値ですね。この黄色のラインも今ですね、抵抗ラインとして意識されているので、ここのラインも明確に下回るかどうかっていうところも最大のポイントになりますから、そこはですね、皆さんどういったところに抵抗ラインがあるのかっていうところをしっかりと見ておいてほしいんですよ。なので現状のマーケットを見てみると、日経平均に関しては予想通りですね、今日急落してますし、まだですね、反転上昇するようなチャートパターンですね、それを組んでいないんですよ。その反面ですね、トピックスであったりマザーズ、ここの下落圧力っていうのは日経平均よりも少なかったので、現状ですね、日経平均よりもトピックスマザーズ有利、まあ、そういった風にマーケットは動いてるんですよ。まあ、順番に言うとトピックスが1位で、2位がマザーズ、3位が日経平均という形になるんですけど、なのでどういった順番に今マーケットに資金が入ってるのかっていうところ、そこはですね、さっきの NT 倍率であったり NM 倍率、TM 倍率、そういったところから順当にですね、判断してもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただし注意しないといけないのが、米国債利回りが低下するっていうことは、債券が買われてるっていうことになるので、そうなってくると、株よりも債券買いっていう方に、資金がですね、ローテーションしてくる可能性が目先ですね、考えられるんですよ。可能性としてですね。なのでそうなってくると、株式の上昇っていうのは、米国債利回りの動向次第、まあ、そういった形になってくる可能性が十分考えられますから、そこはですね、皆さん注目してみておいてほしいなというふうに思うんですよ。なのでまた動きがありましたら、すぐにですね、YouTube であったり、Twitter の方で、皆さんの方に情報配信していきたいと思いますから、よかったら僕のチャンネル登録、あと Twitter のフォローよろしくお願いします。あとですね、よかったら何かしら感想とかありましたら、コメント欄にですね、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。